ジャヤーバルマンは、チャンパ王国の国王。民史では、ひとしアマドル、いおり、こといきしゅうでは、ひとしアマモちアン、大越式前書では、ホモちモちと記される。マハーサジャンの孫。1474年に、戦王のマハーサジャンが、霊長大越の始む年によって捉えられると、ジャヤーバルマンが大越によって擁立され、 チャンパの南端であったパーンドゥランガを領地として与えられた。ジャヤーバルマンの代にイスラームを授与したとされている。1478年8月27日、おじのナミラー帝と死神のラヨンを名に使わして、戦場王としての作法を起こい、ミンより作法師として休時中の表予と公人の長金が使わされたが、王に封じられる前に死去した。ミン氏では、 ヒョウヨシらが聞いた、チャムジンのこととして、弟のガライに殺されたものとする。ヒョウヨシらは、ジャヤーバルマンの死を朝廷に上奏しないまま、大越が新たに擁立したデーバター王に封じて、帰国の途についた。ありがとうございます。